あいつと出会ったのは何なんだろう。どうやって出会ったんですか、奥さんと。俺から振ることもない。俺でも振られる側だから。りょうじさん独立考えてないんですか。もうこれ30代以上の人みんな敵に回したっすからね、りょうじさん。俺も30。じゃあババアとか言えないじゃないですか。もうジジイじゃないですか、その時言ったら。だからババア。もう最初のところはな、ちょっとピッチピッチ若かったけどな、いつまでとババアになってな。じゃあ自分もですって自分もですって。イケイケの若い男だったはずが、今じゃもうジジイって言われてるのと一緒っすね。怖いな。みょうも 今だけだから21とか言えてんのも、もう気づいた時にはもう30ですとか言ってるのかもしれない。まあ肌からあっという間だよ、ね。まあ、俺は毎日思ったから。それ使っていいんすか。いいよ。奥さんとじゃなくてってことですか。もうそれダメじゃないですか。俺ってあいつと出会ったのに何歳なんだ。どうやって出会ったんですか、奥さんと。いや、だったえ、地元全く違うんですか。違う、俺のプレーが、はい、俺の横の女の子と付き合ったこと。あーで、本題は取って、うん、なんかやりてえなって。その人とで、連絡したんですか。なんかそれで SNS でなんか繋がったんです。うんうんうん。で、出会って飯食ってやって飯食ってやってっていうか生々しいな。あれが出会ってから1ヶ月も経ってないんじゃないか。付き合ったの、うん、リュウジさんから付き合ってって言ったんですか。いや俺との相手で俺も好きだしいいよみたいな。いいですね。ドキドキしますね。ドキドキですね。ドキドキしてない若い頃なんてですね。でまさかこんな続くと思わず。俺一回付き合ったら長い。俺から振ることもないし、俺基本全部振られる側だから。冷たいから。好きじゃなくてもずっと付き合ってるよ。え、そういうのやだわそういうのめっちゃやだ。え、彼氏にしたくないナンバーワンリュウジさんだもん絶対なんかリュウジさん好きになったらなんか自分がやなんか惨めになりそうだもん。いやいや、若い頃の話やもん。じゃあもう今は奥さんとずっと続いて結婚して子供できていいじゃないですか。今となっちゃう俺が真面目よ。誰と比べてですか。これか飲みに行くのも減ったんじゃないですか。家庭持ちやっぱ減るよ、うん、今日も家庭持ちは減るよ。子供作ったらいやまだまだ私は付き合ったばっかりなんです。関係ある。まあないですけど、まだいろいろとスタートしたばっかりなのに。ちょっと待ちよ。まあ確かに、まあ、もうちょっと落ち着いたらじゃないですか。落ち着くことなんてないでしょ。じゃあその翔さんがとかじゃなくても、だって まだミオも家出たばっかりで何もできんから。やっとさ、人間何でもできる。いいですね、子供できて。子供が宝よ。なんかお父さんになってますね、ちょっと。子供も今までのお母さんのどっちってわからないよね。わからんすよ、多分。なんか想像っていうか、なんかもうそういう風でしょぐらいな感じじゃないですか。そうそう。なんか自分の中でこれ変わったなとかあるんですか。ない。家に帰るのが楽しみになったのか。あ、家に帰るのが楽しみ。今も楽しみで仕方ないみたいな。子供も可愛いな。子供とちゃんと遊ぶんすね。遊ぶよ。日曜日だって、いや、まあ、仕事帰って遅くなって寝てる時があって。やっぱり一方的にやるやつじゃないから。まあ確かに今はそうか。泣くのね、さえ可愛いと思えるからね。泣いた時抱っこするんですか、リュウジさんちゃんと。いや、しなかったりしてしたり。別に泣いてるから奥さん呼ぶとかじゃなく、じゃあいいじゃん。だってたまになんかいません？泣いたら奥さん呼ぶ人。昨日日曜日か。日曜日の午前中仕事だったじゃん。はい。でめがネイル行くとかいうの三時間四時間ぐらい面倒見とったけど、初めて奥さん交換したの。マジっすか？どうでした？マジ綺麗だ。どんどんバラされてってる。走行してるうちにリュウジさんの仕事を受け取るだけだからマジで作業とかないですけど。作業、これはいいですね、作業。まあそうですけど、あのなんか私の思ってる作業じゃない、その言いたい作業じゃない。ハンマー叩いてる姿がない。ないよそれ。リュウジさんの仕事をしてるそういう一面見たことないんですけど。仕事してますか本当に。してますか。じゃあこれ先出るかな今日。すごいです。やっと降りてきてくれましたね。でも映りたくないから逃げられてるんですけど。
それ最大何本持てますか？100本ぐらい。嘘、それはそれは絶対嘘。なんかね、もっとリアリティな数字言ってください。ヒューさん、ヒューさん、これ何本最大持てますか？持とうと思ったら4本ぐらいです。4本？はい。はぁ、神。リュウジさん、ほら、ヒューさん4本だから100本は嘘。ヒューさん4本だって。ハルクだから100本ぐらい。それは無理。100本は嘘ですよね、絶対。ほら、笑ってるもん。社長も、ありがとうございます。夏限定海の家とか。あー、海で。で、働く人もそこに雇って。あ、そういうこと？でも休みじゃないとダメじゃないですか。期間限定とかあって、うん、足場、まあ、2人ぐらい抜けて順番に。そうそうそう、いいですね。宣伝にもなるし、休みとかなら人いっぱい来るしね。今なんかインスタで見とるとさ、なんかうちで腕相撲やってるやつおるらしいんだから。なんか動画撮って答えもちゃんと置いてね。あ、そうなの。もうなんか真剣勝負みたいな、来た人同士でみたいな感じ。その人が多分勝ったらなんかちょっと言うとか、俺が勝ったらなんかあるとか。やってください、行ってくださいよ。それまでだね。え？行ったら勝てないと。私が連れてくんで。調べてみよう。それ見つけて、リュウジさん連れてく。また勝ってもさ、みんな体できないんだよ。ジュみたいなさ。はい、僕もやってたよ。はい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 。できるやつおったじゃん、いっぱい。あのやつならやっとんだけど。ついにリュウジさんが負けるところが見れるのか、そんなやつにも勝てるリュウジさんが。もう誰も叶わない最強なリュウジさんが見れるのかですね。え？俺が負けるわけねえって。じゃあマジで行きません。そんなこと言ったらもうやっとる場合じゃないもん。多分俺なんで周りに女の子が着替えて。じゃあじゃあそれはもう、もうそれはもうこうやってなんかガードしてますよ。もう横見れないように。なんかこの前松田さんたちと喋っとって、安藤くんがやってみたい企画で秋大運動会やろうみたいな。あれはやらんよ、ね、だってまあ18歳だろ。18歳と32歳が一緒に走るは無理じゃないですか。無理だろ。体力の差がすごい。だからなんか松田さんが言ってた、体力の差もあるし体が動かんわ。もう都市的に松田さん相撲対決とかも面白そうだよね。で相撲なんてリュウジさん以外勝てるしねえやんってなって。千葉だけの男だけで運動ですかね。持ち歩いてくれるか。まあちょっとキモいかもしれん。それは物好きしかない、ね、すごい。だってもう終わってきてるし、まだ残ってるか。マジただのトークしてるだけじゃないですか。ただのトークになっちゃった。りょうじさん独立考えてないですか？考えてない。もうずっとここにいる。でももうだって60とか50とかになったら足場できないじゃないですか。何するんですか？今のところここにいる気しかないってことですか？じゃあ独立も考えてないし、60歳までやるかもしれないし。はい、年末ジャンプ買ったら5億当たったら買うな買うな。5億当たったらもうやめるっすか？まあ投資したいよ。投資何に？なんでなんでこれ儲かりそうだなっていう会社の投資。ちゃんと仕事がしなくて給料がちゃんと確実にある仕事を作らないと。まず現実的すぎて当たること当たる。でも元の話別に当たる気もない現実味のない話ですからね。わからんぐらね、人生って。だってこの前岡部さんとも独立の話してたんでしょ、社長が。まあ、独立考えてる人もいたり。でもなんか社長はみんな独立させるかって言ってた。できる人間とできる人間ってやっぱある。営業とか経営の面ができるようになったら変わるかもしれないですね。だから計算、そういうなんかお金って無理な人はもう無理じゃないですか。じゃあだからそういう人間は体を動かすから一生働きながら。それが雇えるぐらいのお金があるんだったりかとかね。難しいですね、独立も。リュウジさんは独立しないか。マジでリュウジさんに付きまとる人じゃないですか、私。入ってよ。じゃあ閉めてくれますか。何で足場買い取り、何集めてるんですか。何を買い取りしてんの。資材と何でしたっけ。何で資材と何でしたっけ。まあ、何でも集めてます。足場で使えるものは何でも買い取ります。ヒューさんも入ってください、最後。また見てねのやつ。優しい。はい、じゃあ。また見てねってやってくださいよ。やってよ。二人で、せーの。また見てねー。かわいい。ありがとうございます。